お待たせしました。第1試合選手入場です。ゴンチャスタート、ビーストジャパネクスト中田かな。2023年のラスト、応援してくれるたくさんの人たちに最高の勝利を届けたい。今夜私が輝く舞台はここです。どうか皆さん、応援のコールをよろしくお願いします。なんちゃスタート、 EX 風林火山、勝俣健二。過去4度の4連勝を成し遂げた決定力、苦しい展開の中で被害を最小限にとどめる忍耐力、この軍師に資格はありません。年内最終日もしっかりと締めくくります。シャーチャスタート、赤坂ドリブンズ浅見真希。お母さんのように優しく見守ったり、兄弟のように一緒にはしゃいだり、その魅力は無限大。ドリブンズの誇る聡明なバイプレーヤー、勝利を目指していざ出陣です。ネイチャースタート、渋谷アベマズ日向愛子。チームメイトの強さは知っている、誰よりも信じている、だからこそ自分もみんなの力になりたい。踏ん張りどころの大事な日、今夜は私がアベマズを支えます。これで中田も原点付近まで戻ってきました。トンの4曲、アベマズ日向の親番ドラは何。チーム状況的にこのまま下に引きずり込まれるわけにはいかない。さあ手はどうですか。割といいですよ。割とウーソーのあんこ、しかも赤ウーソー1枚持ってます。ペンペンがちょっと気になりますけど、ペンちゃんが2つもあったんですね、はい、あ、この形はいいですね。中田さらに畳みかけることができるか。勝俣はシャーチャですね。赤ウーソーも入った。盤石。浅見はペーチャですね。まあ、まあまあまあいいですけど、打点がね、何が重なれば満貫ですよね。ということで思い切ってスーソーからです。まあ、いっぱいでしょこれね。まだ目いっぱい親番、このチャンスをみんな何欲しいね。何が欲しいね、はい、あ、これピンズ外すのかな。はい、何は日向以外の3人に1枚ずつ配られてしまいました。誰に何が行くんだろう。重ねた人が大チャンスですね。アサミは現状4対1ですが、ペイとチュンが役配、まあ、チュン1枚目はスルーしています。8番切ったね、アサミ。ということは一色とチートイツと、だから何だけは使うぞっていう、ね、チートイツですよこれ。ペイも1枚目スルーしてますもん。チートイツね。チュンもペイもまずはスルーから、ピンズっぽくなっていくんですよこれ多分。こうなったらペイやチュン2枚目はボンスしますか。泣きありですね、泣きありですね。泣かなかったらチートイツなんですけど、泣いた方がなんか手が進みやすそうにも見えますけどね。もうそ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 う、こういう感じで進めてって転売したら何切るっていう、そういう方針でいいんじゃないですか。勝俣、うん、だってもう何切る気満々ですから。勝俣の判断が毎回とっても面白いんですよね。ドラあんまりこだわらないですね。非常に素直に場に即した上がりを近づけていく名手ですね。うん、なんかそう聞くと素直にって言われると簡単そうなのかなと思うんですけども、とっても難しいですよね。日向が泣いた。日向パンチワンオチ親番です。あ、そうかそうか。ここは泣いてのタンヤを、なんとなく組み上がってきますね。まだドラの難は持ってる。職人なんで。職人。麻雀打ちって職人っぽいところありますよね。職人系の打ち手ですね、うん、勝俣は、はい、日向は単用 E1 はいらない。あ、そうか、振り点なんだ。そうですね。あ、じゃあカウンは引いとけばいいね、振り点解消とともに。前向きいるじゃないですか。ウーマンいっぱいいますね。ウーマンね、引いとけば。お、動いたね、はい、
1枚目はスルーしたペイをポンしたアサミ、これでイーシャンテンですよね。はい、ピンズの本一。あとチュンも山に1枚残っているので、チュンだけだと漫画も見えてきます。アサミ、ああよかったね。綺麗な形になってきたかつのがイーシャンテン。何切る気ない人はリャンソー切っちゃうんですけど、ウソ入ったらもうリャンソー引いたら何切る気にあるんで、うん、あマンズか。そう、ひなたはイーマンを切っています。カンチーワンをチーしているので役はタンヤオ。ただマンズ残したいところではあるんですけどね、うん、解消していきましたね。あどうすんの、赤が来た。これは打点アップ嬉しいが、サブローピンと老朽層の比較なんですよね。どっちがいいかっていう、あ老朽層の方がいいと、うん、なるほど、判断早かったですね、はい、みんなのアイドルみなみちゃんは誰、みなみちゃんですよ、みなみちゃん、このドラのみなみちゃん、ね、あかなちゃんかと思った、違うな、かなちゃんはみんなのアイドルですけどみんなのアイドルかなちゃん。トンはシーソー切りたいんですよね、うん、もうあのリャンピン切ってしまったんで。なるほど、先にもう処理してんか、先に。ほら来た、ドラ短期ですって、ドラ短期ですか、ドラ1枚残っててみんな持て余してますけど、どうするんですかこれ。アサミはペイをポンしてるの役はあります。どうするの、アサミ危ないじゃん。結局ドラ短期じゃないですか。日向もドラはいらないですよ、タンヤオですよ。中田もドラまだ持ってますよ。最後にはもう切りそうなドラですよね、これも。リスマはちょっと薄いか、いやもうドラ短期でそのまま行くのか。ただこれ3段目になるともう何出ないでしょう、ね、多いじゃないですか。どっち待ち、どっち待ち、あ中田チーソー捕まっちゃった。あ3品数品にした、ほら一旦助かったか。あれは3品数品の方がいいと思ったか。そうですね、3品が切りづらかったか。チーソーローソーよりも3品数品の方を取りました。難しい選択でしたね、はい、ただ3品数品も山に残ってます。3品2枚数品1枚なんだ。5200、勝又が待ち構えていたシャードラドラの5200。ダマテンなら勝負ダマテンなら勝負ありと踏んだか。これは厳しい打ち方ですね。厳しすぎる。いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また、この曲が見たい等のリクエストもお待ちしております。それでは、また次の動画でお会いしましょう。